レイズブルペン保守のラミネスさんの死因は自殺11日に28歳で死去1月11日にアメリカテキサス州の自宅近くで亡くなったレイズのブルペン保守ジーン・ラミネスさん去年28歳の死因が自殺だったと14日判明した同州の検視担当が明かしたキャッシュ監督は 球団公式ツイッターを通じ、彼は毎日クラブハウスやブルペンに情熱とエネルギーをつぎ込んできた。身近にいる者は、球団と野球に対する彼の愛情を肌で感じてきた。非常に残念だと追悼。ニャンダー編成本部長も、彼を失ったことは予期せぬ辛い出来事だったと、彼と過ごした時間に感謝すると声明を出した。 ラミネスさんは2016年ドラフトで28巡目で指名されレイズに入団マイナーで3年過ごした後球団から自由契約となったがブルペン保守として残留しないかと打診され以後はスタッフとして球団を支えてきたドジャースとのワールドシリーズを進出する際は地元のメディアに人生で最高の瞬間だったと話していたということです えー、レイズのブルペン星のラミレスさん、28歳ということなんですけどもね、ねこんな若くしてということで、えー、ご本人しかねわからない、えー、苦しみがね、えー、あったんでしょうね、うん、ね本当にね残念ですけどもね、えーまあ、ラミレスさんのご冥福をお祈りしますということで、えー、本日のニュースためになったという方はチャンネル登録、高評価をお願いいたします。ででではは次のニュースでお会いしましまょうそれではさよなら